じゃあ幻影の広間に向かいます。ここからどんどん下に降りていって焚き火まで戻りましょう。ここら辺全部虫で、ここの左上ですね。クユリに切り替えてからジャンプで届くかな。あ、しまった。またダメージを、無駄なダメージを食らってしまった。はい、それでは幻影の広間の先にある赤い扉のところまでたどり着きました。今回は赤い扉の先へアイテムを求めて大聖堂を探索せよ。はい、今回はこのジーク専用の魔法のブロックを手に入れることが目的です。この魔法のブロックは何もないところから土台になるブロックを作り出すことのできるアイテムになっています。それではここから先進んでみましょう。どこだ、どこに来たんだ。いや、大して移動してない。よし、じゃあ左行ってみましょう。お、音楽変わった。でもオレンジ色のゾーン、ちょっと初めてかもしれないですね。あ、あいついるな。あーと、おぶね。こっから叩きましょう。よし。右上がいたか。先にちょっと左行けないか。そこを叩かないといけないですね。じゃあここ縄伝って上行きましょう。おっと、ステンドグラスか。上行って、危ない危ない。ここかな。 OK。これは、おお、盾持ってるぞ。後ろ向いた時しか、後ろ向いた時しか攻撃できないですね。こいつどうしようかな。これだ、危なっかしい。おーし、でどんどん行きましょう。大聖堂か。大聖堂っていうステージですね。ボタンを押しましょう。で、そこが開くのか。こっち先でしたね。で、下は、そうだ、ショートカットかな。はい。じゃあそこが開くんだけど、左側行ってみましょうか。こっから上に行くとボス。オッケー、チャンス、今がチャンス、めっちゃチャンスだな。よし、どこも開かない。あいつ撃って、こいつ撃って、左右に行ける場所があるから厄介だな。あ、これでさっきのとこ出んのか。で、左下行きましょう。こいつは後ろ向いてる間に倒しちゃおう。あれ、どうしようかな。いや、誰だった。うまくかわせませんでしたね。あそこ届くかな、アルガスで。あ、届きますね。上も行けるんだよね。
あ、上行けないや。あ、上行ける。いや、上行ける。うん。上行っちゃって。なんかいる。これなんだ。これなんでしょう、これ。こっから攻撃するしかないか。シモン、シモンじゃない。フラン、君の出番だ。下に投げられる武器を持ってる君の出番だ。こっちでもいいけどね。ナイス。ヒットポイントプラス2ですね。これなんだろうね、本当に。なんでもないのか、シンプルに。じゃあ右側行きましょう。ヒットポイントがちょっとやばくなってきたな。慎重に行こう。ここは上か。先にこう、向こうがリアクションする前に突っ込んでっちゃった方がいいですね。はいよ。で、ここで、あ、これが取れるだけか。これが取れて、しまった、しまった、しまった。攻撃が強くないとはいえ、しまった。ここはじゃあもうジークいないとクリアできないな。ジークありきですね。ここ反り返ってるから、これに乗んないと多分届かないんですよね。よし、休もう。ヒットポイント回復できたんで行きましょう。あったったった。ここは厄介だな。上に行ってここで休憩して、ここで休憩して、登って、ここで休憩し、できなかった。しまった。で、ここは普通にここは登れますと。あー、しまったな。ほんとあいつ嫌いだわ。左行っちゃおう。危ねえ。こいつは、あ、当たっちゃいますね。また金がありますね。いや、食い入り大活躍だな。もう食い入りがいないと。あれにならん。仕事にならん。でもヒットポイントが3しかない。あー、しまった。よし、あー、食らってしまった。ここ下降りるのはいいんだけど、先に右行こうか。あいつなんで針の中歩いてられるんだ。よし、オンにだけして、左は行かなくていいな。しまった。あと一発食らったら死んじゃうかもな。あー、ダメだ。
この水晶攻撃できるのか。ここ届かないしな。あ、全部倒すと右が開いて、先にじゃあ左上登っときましょう。上に行くと、上に行ってまたこいつか。あ、ダメだ。ちょっと登っちゃいましょう。で、どうやってあれするんだろう。どうやって向こうに行くんだ。なんか無理そうな気がするから、めちゃくちゃ食らってるな。あ、こいつ降りてくるんだ。右行ってもいいけど先に開いておきましょうか。あ、しまった。そのまま降りりゃよかった。うわ、いや、槍のダメージがでかすぎんだよ。で、ここのを運べますと。よし、倒した。あ、で、で、運んでこないといけないんだ。運んでこないといけないんだ、ここね。運んでこなきゃ上登れないのか。上登って、こいつを倒すと、開かない。ここは開かない。マジか。この開き方もわかんないしな。ここどうやって開くんだろう、マジで。あ、こいつ倒すと開くか。あれ、さっき開かなかったのにな。なんで。じゃあ先に開いてから来るでよかったんですね。で、ここはじゃあ空輪で登っていきましょう。どん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 。なんか見えないやつもいるな。あー、いるって分かってたのにな。よし、じゃあ右上のボタンを押そう。 OK で、左下が開くけど、左下が開くけど先にこっち。あ、ここオンにしとこう。ここでどこに出んだ。ここ下に行くと、あ、で、これか。うわ、で、戻ってきちまったよ、ここまで。 OK、 じゃあ右側行きます。ここ捕まっても特になし。右側もあんのか。振りかぶってから行こう。あぶねーっていうか、避けきれなかった。
はい、でここを左に行くとどこに出るんだ？ここか。よし、じゃあここから上行きましょう。いやー、パワーアップアイテム多いね。最大ヒットポイントプラス1。ここ届くかな。ああ、もうこうやって届かせるしかないか。でちょっと回復できるからいいか。はい、じゃあ上行きましょう。でここも慎重に行くか。ダメージは食らいたくない。うわー、ここはもう突破突破で、左右のスイッチをオンにして回復して、なんだこれ、アイテムがありますね。魔法のブロック、魔法のブロック、ジーク。何もないところからブロックを作り出せる古い指輪。 Y を押して使う。5ヒットポイント使う。ジーク、ブロック無理やり作った。こんなことができんのかよ。ヒットポイント5使うの。でもこれだけっすか。ここ大聖堂はこれだけ。はい、今回は赤い鍵の先、フォントの広間の先の大聖堂ですね。ここは結構長かったです。で、大聖堂の中で最終的にこのジークの何もの魔法のブロック、何もないところからブロックを作り出せる指輪というのを手に入れました。あとアイテム2つですね。今回の動画はここまでとなります。今回の動画参考になったり面白かったらぜひチャンネル登録お願いします。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。